の中にカオスエメラルドがある。アクセスするにはあなたの力が必要。まずあの扉を開く必要があるな。それより君はここにいていいのか？エッグマンのエメラルド探しを手伝うんだろ。私が必要とされた時に行く。今は目の前の課題に集中して、あなたの力でシステムを起動するの。急いで、時間がない。6個目のエメラルドも目前だ。そういえばさっき勝率は 0% って言ってたよな。それはまだ変わらないのか？変わらない。でも今のこの状況はまだ演算していない。ああ、なら可能性はあるってことだよな。言えるのは、私たちは絶望的な状況にあるということ。あれは脅威そのものよ。可能性を生み出して絶望を希望に変えてやるよ。君の知らない景色を見せる。
なあソニック、また会え。ソニックも釣りするかい？釣りざ。
ソニックも釣りするかい？釣り竿。ソニックも釣りするかい？釣り竿は僕。ソニックも釣りするかい？釣り竿は？
と一つ急がないと。ねえ、分かっておる。貴様はトロイから見つけといてやったぞ。うん、片付けてこい。負けたら承知せんぞ。期待は裏切らないぜ。Yeah.
始まる。月の裏側からもう一つの月が現れる。過去の対戦のようにこの巨神を使ってもう一度あれを封印するしかない。私にできるの。いえ、やらなければ。もう一つの月じゃと。聖地よ、何の話じゃ。希望はソニック。いい？聖司は最高傑作。心配無用じゃ。電脳空間で全て見てきた。君ももう気づいているはず。俺が運命の女を断ち切ってみせる。貸してくれ。一緒に終わらせるんだ。我は宇宙の秩序を司る調律者であり裁定者。我が光は裁き、万物を誘拐させ原初の塵へと帰するもの。いかなるものも無限の光から逃れる術はなし。答えよ小さき生命よ、我が調律と裁定があってこそあまねき生命は安定を得ることができる。多くの生命は今我の導きにより安らぎの中にある。何時の肥大化した自我がその道を選ばせているのか。生きる意味を見出す生命の志とでも言うのか。生命が抱く志が強固であるほど幾千の観覧が降り注ぐ。見よ、眼前の苦難を前に逃避し免れようとする多くの生命を。我を除いた生命は脆弱な己の心を克服できる存在なのだ。生命は己のみは過ちをしないと信じているうちに気づかない。宇宙には絶対不変の事象があるというものは存在しない。不能理と不条理を前に当然実質となる未来が待ち受けるのみ。裁定が下りし現実が姿を現し、何を渇望し何を見定め何を問い何を思案し何を成したのか。これよりこの星を永久に封印する。我が調律はこの宇宙に存在すべてに運命という裁定を下す。太古の時より志を持つ生命体がこの結末に帰することが定められていた。不穏な行為をとがめる術もまた存在しないことも。聞くがよい、何時らの信号に潜む闇のさえずりを。生命は停滞し黄昏の時を迎えるべきなのだ。しかし何時は進もうというのか。
それは理解に苦しむ選択だ。今すぐ無意味な行動を停止せよ。これは最後の警告である。これは除海より決定されていたこと。幾度となく繰り返されてきたこと。そう、汝の存在する意味はこの宇宙。汝は生命を導くその志に存在を捧げられるのか。何かが起ころうとしている。法則や時間を超越した何かが。これは進化への発端とでも言うのか。そうか、そうだった。宇宙とは、生命とは。今しかない。こっちよ。やった。だよな。
まあ、楽しかったな。みんなもやりたいことが見つかったし、よかったじゃないか。うん、僕の技術力で平和を守ってみせるよ。ソニック、今度会った時は後悔するわよ。俺はエキドナ族としての使命を果たす。時間がもったいないぜ。さあ出発だ。
じゃ。